キツネ1号さん、ももちゃん、パンツ見せて。いや、だから、まだももちゃんを今から迎えに行くところです。っていうか、ももちゃん、まだ仕事中でしょ。ももちゃん寝てます。寝てますよね。仕事してます。今から、鹿児島市内の方に戻って、ももちゃんを迎えに行きます。キツネ2号さん、ジェイクって桜やろ。さあ、どうでしょうね。さあ、どうでしょうね。あのツヤツヤな肌を見て、ね、うん。どう思うかはもう皆さんにお任せします。キツネ1号さん、ももちゃんは働いてるのに、このおっさんは。働いてるっていうか、まあ、高校生だから、ね。高校生だよ。高校生やけど、高校生って言ったらまずいから働いてるってことです。もうだからもう終わってるからね。授業終わってるから。買いに行って。大きい声でいろいろ言われへんけど、いろいろは大きい声で言われへんけどね。君たちベラ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 喋ったらベラ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 あっちゃこっちゃにね、もうあの風評被害を及ぼすからね。もうももちゃんの実生活に支障をきたしたら学校にバレたりとかしたら大変でしょ。だから言えないけど、ね、言わないけど、だからもうももちゃんはもう、ももちゃんはね、もう22歳で、働いてることにしときましょう。キツネ2号さん、未成年なら陰行やね、通報しなきゃ。さあ、どうでしょうね。ね、そんなこと言うからね、お前のこと言わないです。22歳で、仕事して、OL さん、OL さん。そうそう、だから、あれは昨日のね、制服からでもコスプレ、コスプレ。そうそうそう、そういうことにしときましょう。そうじゃないとね、あんたね、キツネ1号さん、ホテルには通報しとかなきゃ。なんでホテルに通報するの？ホテルに通報しなくていいわ。女学生が2人歩いて、女学生が。ここの高校生が2人。キツネ2号さん、霧島国際ホテル。霧島国際ホテルって何？どういうこと？キツネ3号さん、通報だ、通報。キツネ1号さん、またももちゃんへの質問枠やってね。あなたたち、ももちゃん出ても、ももちゃんに何も聞かねえか、ももちゃんどうしたらいいかわからなくなって固まっちゃうでしょ？ねえ、ももちゃん配信初めてなんだから、あなたたちが、コメントで誘導してあげないとね。そんなね、どっかの誰かさんみたいにね、ベラ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 一人で30分喋れるね人なんてなかなかいないんだからね。コメントもゼロでね、閲覧もゼロなのに、ね、一人でベラ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 喋って30分間ね枠するような、そんな変態なかなかいないでしょ。キツネ1号さん、今度は車の鍵がなくなったからももちゃんに聞きたい。どういうこと？今度は車の鍵がなくなったからももちゃんに聞きたい、どういうこと？車の鍵がなくなったからももちゃんに聞きたいって、どういう意味がさっぱりわかんないんだけど。とか、ここのジョージアでコーヒー買いたいんだけど、あれなんですよ、あの、カンカンのゴミ箱がないから、どうしたらいいの？こういう時は。いいわ。ちょっと、スーパー探すわ。あ、100均行きやがったね。さっきは100均行きやがった。そんなね、あなたたち、ももちゃんまだね、16歳なんだから、そんな子にね、あだこうだ言ったら、ももちゃん固まっちゃってびっくりしてね、ってなっちゃうでしょ。キツネ1号さん、鹿児島は路上にポイ捨てだよ。違うわ。絶対違うわ、そんな子。ね。まあまあ、一応ね、設定は22歳だからね、ももちゃんも大人のね、ふりしてくれてるけどもね。本当は16歳なんだからね。ムチムチの16歳。ムチムチの16歳。10代の肌ってすげえな、あれ。お風呂入って お湯かけても、あの、水弾くのよ。ちゃちゃちゃって。マジかっていうか。ちょっとあの、だから今日も頑張らなあかんから、ちょっと、バイアグラは効きすぎるから、ちょっと今からリアルゴールド飲むわ、リアルゴールド。リアルゴールドかデカビタ飲むわ、デカビタ。デカビタかリアルゴールド飲むわ。あ、そこに自販機発見した。ここのね、ちょっとリアルゴールド飲むわ。ほんまに鹿児島の自販機って、ゴミ箱ついてへんねんけど、大丈夫これ。いや普通っていうかさ、大阪じゃゴミ箱ついてるじゃない、絶対に自販機の横に。こっちないのよ、マジで。マジないのよ。じゃあ、自販機でジュース買ったゴミはどこに捨てるの、鹿児島の場合。女の子4人で
でなんか温泉来てるけど、うん、卒業旅行かなんかして、さっきなんか一人でね、あの喫茶店来てたお姉さんもいたけどね、うん、ご入浴ご休憩末広、きつね1号さんボイステ文化。いや違うわ、何回も言うけど違うわ、うん、いやだからももちゃんがね聞くようなね質問とかね、あのももちゃんが戸惑わないようにね連チャンしてコメントしてあげないと、何喋ったらいいか分かんないってなっちゃうでしょ女の子。でそんなね配信慣れしたね、その辺のすれたね、何おばちゃん配信者たちはねベラ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 一人でドンチキーとか言ってるんかもしれんけどね、そんなねそんな子の配信見たいですかあなたたちはね。あなたたちはそんなやつが好きか。セクハラ質問はダメなの。いやセクハラ質問とかは何、それは自分たちで考えて、その質問の内容とかいうよりもね、もっともっとあのももちゃんが喋りやすい体制を作ってあげないとね。キツネ3号さんジェイクと付き合ってるの。さあどうでしょうね、あのあれですよ、15歳でもね中学卒業して働いてる子もいればね、専門学校行ってる子もいるしね、いろいろいてるわけですよ、わかりますか。キツネ1号さんまた開いてって言っても開かないカス女。何、あなたたちはね、また開いてって言ってまた開いてくれるようなカス女の方がいいの、また開いてカッパーンって開こうなの方がいいの。おほほほほ、キツネ3号さんどうやって知り合ったの、ね、おほほほ言いながらまたカッパーン開くカス女の方が君たちはいいわけですかね。え、しゃあないな、じゃあ本当のこと言いましょうか、本当のことをね、僕のね父も母も鹿児島出身なわけですよね、ももちゃんは鹿児島に住んでるわけですよ、もう分かったでしょこれでね、もういとこいとこ、あ、じゃあめいっこめいっこ、もうめいっこちゃんですね、だから付き合ってる、うーんとね、めいっこだからね、だからあの遠行ではないし、遠行ではないから、キツネ1号さん遠行か、遠行めいっこや言うとやよ、めいっこと遠行っておかしいやろ、な何かあのお年玉あげたら遠行かねえ、ねえ、お年玉あげてる、何君たちはじゃあ、ね、何あの一個や目一個にお年玉あげたらそれは遠行か、狐一号さん遠行認めました、遠行じゃねえわ遠行でも陰行でもねえわ、ねえ目一個だから、可愛い目一個だからね、可愛いでしょ、寝てるけど多分今昼寝してるけど、昼寝してもう起きないけど今。どうしたらいいの、起きないね、返事ないんだけど、どうしたらいいの、キツネ1号さん、じゃあ俺らにもお年玉くれよ。なんでやねん、キツネ3号さん、君たちは親戚か何、君たちは僕の親戚か何かか、え、あのいとこか、いとこか、はとこか、めいっこか、おいっこか、なんかか、おじさんか、おばさんか、なんかか、ねえ、あなたたち、あなたたち、ねえ、怪しいわ、何が怪しいんですか、怪しくないでしょ、いや、だって普通に考えたらあかんでしょ、ね、出会うきっかけなんか、そんな鹿児島の女子高生とね、出会うきっかけなんかないでしょ、普通に考えたら、あー、いとこの子かなとか、ね、キツネ1号さん、この前リスナーは家族って言ってただろ、言ってない、言ってない、いつ言ったそんなこと、リスナーは家族なんていつ言った、何、あのそもそも僕、あ、その時点で1号さんも嘘ってバレバレよ、僕だってリスナーさんって言えへん、リスナーって思ってないから、だってあの配信者とリスナーっていう風になんか思って、ただこっちが枠開けてるだけでね、あの何、どっちも配信者とリスナーってそう区別してないから、だって枠だ、あなたたちが枠を開けばあなたたちが配信者で僕はリスナーなわけですよ、わかります？だからあのリスナーって決めつけるのは僕はあんまり好きじゃないです。みんな一緒だと思ってます。だからね、コメントの良し悪しもね、この配信を盛り上げるためのね、大事なね、一つのなんていうんですか、あれなんですよ。キツネ三号さん主、結婚してるんだろ。結婚してますよ。いやだから。なんかね、結婚してたら配信しちゃダメなんですか、結婚してたらめいっ子にお年玉やったらダメなんですか。キツネ1号さん、チャンネル会員は可愛い子供って言ってただろ
ちょっと、チャンネル会員って何？ちょっとおかしい、チャンネル会員っていう時点でおかしいでしょ。僕、チャンネル会員なんか、僕にないじゃないですか。僕別にチャンネルなんか持ってる？ YouTube は持ってるけど、ね。ちょっとコーヒー買うわ、ちょっとコーヒー買うわ。うん、自販機にゴミ箱のある自販機見つけたからコーヒー買うわ。ちょっとコーヒー買ってくるわ。寒い。キツネ3号さん、奥さんいるのにジェイクとセックスとか。キツネ1号さん、見損なったぞ。今後は本名でお前のこと呼ぶぞ。あ、寒い。キツネ4号さん、やすよ監視中。どこまで行った？奥さんいるのに JK とセックス。 JK って言うだからめいっ子って言ってるじゃないですか。めいっ子とセックスしますか？え、君たち何、あのいとこの子とセックスすんの？いとこの子とセックスしないでしょ。普通に考えて、普通に考えましょうよ。普通にね、あなたたちね、おいっ子やめいっ子とセックスなんかしないでしょ。お年玉あげてもね、え、おいっ子でやめいっ子にお年玉あげたらダメなのか、めいっ子にお年玉あげたらダメなのか、おいっ子にしかダメあげたらダメなのか。そんなところにもう男尊女卑や男女卑やろとかあるのか。ねえ、今度はお前本名で呼ぶぞ。別に本名は別に、本名は別にバレても大丈夫。キツネ4号さん、ももちゃんめいっ子ちゃうやん。昨日つまらなかったぞって言いながら、何、昨日つまらなかったって200人何、同時視聴者数220人来てね、あのトータル1600人来ててバンなったでしょ、うん、君たちが一生懸命通報言うから、ね、そんなこと言うからバンなんのよ。ももちゃんめいっ子ちゃうやん。なんでちゃうやんの。え、めいっ子じゃないでしょ。キツネ5号さん、5分で飽きたわ。キツネ3号さん、性欲お化けかよ。人は暗黒放送みたいに言うな。キツネ1号さん、通報頑張りました。そう、あなたたちね、通報頑張りすぎだから。どんだけ通報しとんねん、ほんま。シーツ配信で通報とか、どんだけ通報頑張ったらそんな通報なんで。おかしくない？え、面白くなかったでしょ、昨日の枠ね。僕だってずーっとシーツ映してただけなんか。シーツ配信って君たちも認めてたでしょ。シーツ配信なのにバンになるってどういうこと？キツネ1号さん、異常性欲者、ね、何が、だからキツネ4号さん、ももちゃんデリジョーやん。誰が国放送やねん。ももちゃんデリジョーじゃねえわ。ももちゃんもデリヘルジョーじゃねえわ。恐ろしいこと言うな、ね、ももちゃんもデリヘルジョーじゃないですよ。それココちゃんと間違えてるじゃん。ココちゃんはだって指名しようとしたらもうその店いなかったでしょ。で違う子が来たでしょ。ももちゃん、いや、ももちゃんじゃない、ココちゃんとは連絡つかないから、うん、大阪帰ったんじゃない、ココちゃん。キツネ1号さん、トドちゃんはトドちゃんは沖縄におるでしょうよ。というかトドちゃんは1匹じゃなかったからな。キツネ4号さん、沖縄のデリジョー、うん、トドちゃんはあの1匹じゃなかったからな。トドちゃん読んだ次の日コンビニに買い物行ったでしょ、僕またファミマに。ほんならなんか似たような系のね、もう明らかデリバリーデリヘルのドライバーの車の中に、ね、トドが2匹乗ってたから、トドが2頭乗ってるわと思って、昨日来たやつ乗ってたらどうしようと思いながら。沖縄のデリ嬢じゃねえよ。なんで沖縄のデリ嬢が鹿児島におんのよ。おかしいでしょ。また言うてることおかしいでしょ。終わったかな、もう帰ってきてるかな。キツネ6号さん、沖縄かの。沖縄かの、どういうこと。沖縄かの。キツネ3号さん、奥さんいくつ。嫁は30ですよ。嫁は30歳ですからね。別に僕ロリコンでもなんでもないからね。30歳の嫁がおったらロリコンなの。じゃあ君たちは何、全員ロリコンか。あ、ごめん、あ、ごめん、あ、ごめん、あ、あの君たちにあの言ってはいけないことを言ってしまった。そうだ、君たちはね、中卒無職引きこもり童貞ニートだから嫁いないんだった。ごめんごめん、
わざ配信するバカいないでしょうよ。ね、ということはね、仕込みです、仕込み。ももちゃんは仕込みだったんです。ね、めいっ子のももちゃんにね、あの、お年玉あげて、ね、キツネ6号さんどこ、キツネ7号さん、ね、ナム妙法蓮華経。変なGワード引っかかっておる。キツネ4号さん、嫁は埋めましたが。今、南九州市です。7号さん、運線10回様ーす。あざす、あざす。キツネ7号さん、名前を出したんだ。キツネ3号さん、ジェイクとホテルに泊まる意味。7号さんに世界平和と幸せが舞い降りますよ。4号さん、嫁を埋めるな。めいっ子に手は出してないわ。JK とホテルに泊まるみたいな。めいっ子や、うとるやろ。めいっ子やから、ね、親戚の家が鹿児島中にあるわけですよ。ね、で、昨日はなんかね、キツネ1号さん4号時、ママに怒られたからね、キツネ6号さんは噂の南九州か、なるほどなるほど、ほなもう、ね、もう帰り山やったらね、もう家でキツネ7号さん、おじと名の関係は昔からようあったで、ね、噂の南九州、そうそう、噂の南九州かなることなの、そうそう、僕ね、鹿児島出身だから、僕は鹿児島出身じゃん、おじと名の関係は昔からようあった、マジで。でもさすがにめいっ子にチンチン入れようとは思わないでしょ。だって自分の親いとこの子よ、いとこの子にチンチン入れるってことは、いとこにチンチンしゃぶらすようなもんよ。いとこにチンチンしゃぶらすとか、キツネ4号さん、嘘に嘘を重ねる子ちゃん。何が、いやどうせ嘘ついても分からへんやろ、調べようがないんだからね。適当なこと言っといてええのよ、もう。何でも嘘でも何でもいいの、もうどうでもいいの、そんなことは。そんなの面白いでしょ。人をね、性欲、なんかもう、なんか何、キツネ3号さん、めいっ子だとしてもホテルに泊まる意味がわからん。だから、言ってるじゃないですか、キツネ7号さん、北九州市と南九州市があるなら、西九州市と東九州市はあるんか。お前、西九州市と東九州市作ったらいいのにね。キツネ3号さん、いとことは恋愛も結婚もできますよ。まあ、できますね、いとことは。キツネ7号さん、名はいとこの子やないで。名はいとこの子やないで。名は、名はいとこの子やない。おいっ子、めいっ子。名はいとこの子やない。名は親戚の子じゃない。あれ？ちょっと待って。おじおばの子、おじおばの子が、キツネ7号さん、いとこの子はチンバいとこ言うんや。チンバいとこ？何それ？チンバ、チンバいとこ。そんな風に言うの？だからあくまでもめいっ子だから、めいっ子と温泉行くから、キツネ7号さん、名は兄弟姉妹の子や。あ、キツネ7号さん、差別用語が入ってるから今は使わへんけどな。兄弟姉妹の方がめいっ子か。そうかそうか、そやな。またいとこっていうの、はとこになる、違うな、なんて言うたらいいの。いとこの子ってなんて言ったらいいの。いとこの子って何、いとこの子って何な。キツネ7号さん、うちのおばは私と私のいとこの子の縁談を持ち込んだけど断った。どういうこと。キツネ3号さん、どうせコンコカンいじりながら話してんだろ。どうせ今コカン、なんでこんな坂道山道運転しながらコカンいじって喋ってんの。キツネ3号さん、いとこの子はハトコ。あ、いとこの子がハトコでいいの。あ、じゃあハトコ、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 ハトコです、ハトコ、ハトコです、ハトコ。キツネ7号さん、せやからチンバいとこや。いや、ハトコや言うとね。キツネ8号さん、この変タウやろう。なんや変タウやろうって。変タウってなんや。ね。学校終わって帰ってきてるはずやのに。キツネ7号さん、いや、ハトコはいとこの子同士や。ハトコはいとこの子同士や。どういうこと？ハトコはいとこの子同士、いとこの子同士。いとこの子、いとこの子、いとこの子、いとこの子同士でしょ。いとこの子だからハトコでいいんでしょ。な、いとこの子だからハトコじゃないですか。何言ってんのかわからないんだけど、何でもいいわ、親戚や。身内、身内、身内です。血がつながってるんです、薄く。キツネ3号さん、いとこといとこの子、うん、いとこといとこの子。キツネ7号さん、祖父母を共通するのがいとこ、親同士がいとこやと、はとこになる六親等。親同士がいとこやと、はとこになる。親同士がいとこ、親同士。僕とそいつがいとこだから、
その子でしょ、だからハトコ、ハトコじゃないですか。キツネ8号さん、1個とセフレやった。1個とセフレ、どういうこと、え、どういうこと、え、1個とセフレ何。キツネ7号さん、おじさんのこと、おじさんのいとこ、お子がハトコになる。え、僕のことをおじ、僕のいとこの子がハトコになる。え、じゃあ僕から見て、ね、いとこの子は何なの。キツネ7号さん、おじさんとはハトコにならへん、ご神道やから。何なのじゃあ、ご神道なら何なの、ご神道は何なの。いとこの子はいとこやからへん、何でもいいわもう何でもいいわ。キツネ7号さんせやからチンバいとこや言うてるやろ。チンバいとこっていうのマジで言うてんですよね。やばいよね、それ。もう こんなとこでね、黄色車線なのに追い越したらあかんやろ。この車もこんなとこで止まったらあかんやろ。後ろ渋滞してんの、めっちゃ後ろ渋滞してんで、ね、ちょ、返事がないねんけど、どうしたいの。迎えに行かんでいいんか。キツネ7号さんあかんな。あかんな、どういうこと。じゃあももちゃん迎えに行かんでいいの。ももちゃん迎えに行くよ。ももちゃん迎えに行くから、おじさんとちょっと温泉行こう。キツネ3号さん、チゼロ子いじってんじゃねえよ。キツネ7号さん、田舎のくせにえらいコンドルな。前の車がね、さっきあのトロトロ走ってたから、ね、後ろ大渋滞してます。後ろ5台ぐらい詰まってます。キツネ7号さん、桃がメーカー。キツネ8号さん、おっさんしつこいねんって言ってる。しつこいんか、桃ちゃん。おじさんしつこいか、桃ちゃん。フリジェイティシャビってりゃいいのって言ってたでしょ、昨日。キツネ3号さん、ほら温泉行きたいとか下心丸出し。温泉行くのが下心丸出しって意味が悪い。そうやったら、下心しかないんだったら別に今からホテルへおいでやって終わりやないか。キツネ8号さん、おっさんくどいねんって言ってる。温泉行くだけなんだから、温泉行って温泉入るんだから別に。キツネ7号さん、目に子ができたらおじさんいとってどうなるんやな。そうでしょ、僕、目に子ができたら、おじさんにとってどうなるんやな。どういうこと、どうなるんやな。狐8号さん、ふにゃちんのくせに触るなって言ってる。あのね、いとこの子にちんちん触らせたりしますか、あなた。あ、女子中学生、JC3 人組おった。 JC3、 あ、今度 JC2 人組。 JC いっぱいおるやん今日。何今日 JC いっぱいおるやん、鹿児島の JC。ムティムティ、生足で、ね、マフラーぐるぐる巻きにした JC いっぱいおった。ああ、キツネ7号さん、おじさんにはバイアグラがあるんや言うたれ。僕にはね、バイアグラはあるけど。キツネ3号さん、普通に触らせたい。マジで普通に触らせたい、だってあれですよ、親戚なんですよ。親戚の子にね、親戚の子は親戚でしょ、ね、その子にチンチン触らして気まずくない。いや別にね、あの気持ちよさは変わらんと思うよ。ましてやね、むしろあの何、高校生だからね、あのね、もうムティムティ、さっきのムティムティでね、もうあのムティムティの生足にね、ティンティンをこすりつけた気持ちいいけど。キツネ7号さんは、祝いとことお医者さんごっこしたことあるで。マジで7号変態やん、7号変態やん、マジでか、7号変態やん。みんな聞いた、7号いとことお医者さんごっこしてんて。7号変態やん、7号。僕お医者さんごっこなんかしたことないよ。7号変態やん、いとこ中学生の時から。先輩マジで、ちょっと待って、8号も変態やん。なんなんこの枠、変態しかおれへんやん。ギンギンになるで。3号何、3号7号8号っていとこ親戚にちょっかい出すくらい変態やで。なんなん自分ら。左斜め前に見えるのが、あれがね、種子島宇宙センター。あれが種子島宇宙センター。ロケット見えてるだろ、あれ種子島宇宙センターだよ。ちょっと種子島宇宙センター見せてあげるわ。ロケット見えただろ、今。種子島宇宙センターだから。キツネ8号さん、お前に言われたくない。何がよ。だって僕、そんなあの、お医者さんごっこもしてないし。キツネ7号さんと言いながら、おじさんは、例のパンツを1枚抜き取ってきてます。抜き取ってねえわ。キツネ8号さん、シュナシが種ヶ島で喜んでる。うるさいわ。うるさいわ。種はあるわ。種はあるけど、な、発射せえへんだけ。発射台ができへん。
種は作られてるけど発射台が言うこと聞けへんだけ。あれ右側に見えるのあれ何山、あれ桜島、あれは何山、なんかあれやね、鹿児島って。もうあっちゃ、あ、これあれ霧島か。あっちゃこっちゃに火山あるね。開門岳、霧島、桜島。キツネ7号さん、8号さん、座布団10枚。キツネ3号さん、エッチなお医者さんごっことかしてんだろ。そんなんしたいわ。キツネ8号さん、このポンコツ。誰がポンコツや。今、ポンコツって言いそうなったの。誰がポンコツや。今日でも道空いてるね、やっぱり。やっぱり5時前だから道空いてるね。いつも、これ5時回ったらすっごい混んでるんだけど、5時前はすごい道空いてるわ。ももちゃん寝てもてる。え、ももちゃん学校から帰って、もう、え、ももちゃん昼寝してる。え、もうこのまま今日は来ない感じ。ももちゃん、キツネ3号さん、産業道路かよ。そう、産業道路。ももちゃん起こして。ももちゃん返事ないねんけど。ももちゃん完全に寝てるやろ。キツネ8号さん、早く家に帰れ。家に帰れ。家は。キツネ7号さん、ワイの友達はこんな若い頃姉さんとお医者さんごっこしてたで。せやから親が慌てて姉さんを無理やり嫁に出した。キツネ8号さん、金もくれなにのにいつまで相手させる気や。どういう意味、金もくれなにのにいつまで相手させる。どういう意味、どういう意味、どういう意味。8号、え、8号はももちゃん。返事がないねんけど、ももちゃん。ちょっとどうした、寝てもてんの。え、ももちゃん寝てんの。え、昨日美容室行ったでしょ、うん、ちゃんとね、僕のために美容室行ったのよ。あ、言っちゃった。あ、もうちゃん、いいだろ、いいだろ、いいだろ。キツネ8号さん、相手して欲しかったら家をくれ。なんでや、どういうことや。キツネ7号さん、坂本クレーム。前の車を呼んであげないで。キツネ3号さん、ココナッツリゾート行くんだろどうせ。あ、よう知ってんな、ココナッツリゾート。なんでココナッツリゾート知ってんの。一番手前のね、綺麗なラブホの名前がココナッツリゾートです。キツネ8号さん、市外局番が意味不明。市外局番は099ですよ。0990じゃない、0992だからね。でも、あの、市内局番を増やすために市外局番が0992だったのを099に変えたんですよ。市内局番が64だったのにね、264に変わった。キツネ7号さん、前の車に当たったらぐしゃぐしゃになるで。なるやろな。しかも前の車あれで4区やで、 4WD や、 4WD。 ももちゃん返事ないねんけど、キツネ7号さん、下手なスポーツカーより速そうやな。